今週も犬と猫と人間と痛動物たちの大震災の監督獅子戸大輔さんにお話ししていただきますはい獅子戸さんは実際ご自身でカメラを持って震災後の宮城県福島県で取材を続けてきたんですよねはいそ,、はい、そこでは本当にたくさんの動物や人と会ってきていると思うんですが、ええ、その中から先週までに牛のこと 犬のこと猫のことそしてそれらを取り巻く人々の話をしていただきましたはい。今日はタイトルにある犬と猫と人間と2動物たちの大震災の人間とという部分で人で特に印象に残っている方のエピソードをお話ししていただけますかと、はい、一番印象に残っているのは 去年の6月に取材をさせてもらいました五ノ井さんという五、えー、ノ井吉政さんエリさんっていう親子の取材でした五、うん、ノ井エリさんという方のお姉さん五ノ井美沙さんという方なんですけどもこの方がアニマルクラブ石巻のボランティアをされていましたそして今回の津波で、えー、すごく海に近いところにあった美沙さんの ご自宅が津波に襲われてミサさ,さんとお母さんとおばあちゃん3人が流されて今もおばあちゃんとお母さんが行方不明のままなんですね。うん、で残された妹の五ノ井恵里さん、うん、そしてお父さんの吉正さんこのお二人の取材をさせてもらったのが一番印象的でした、うん、お姉さまを津波でくされた。 妹のささんがままず最初ににインタビューに答えててくださってましたねね、はい、そうです、ね、う本当に僕が3月19日に帰ってきて名取市で取材を始めた時に全く人にカメラを向けられなかったもう風景だけを撮ることしかできなかったっていうことがあったんですけどもそれは本当に後ろめたい気持ちであったりあのカメラを回してる場合じゃないんじゃないかっていう気持ちであったり。 あの何を聞いていいかわかんないっていう気持ちがずっとあったけど、だけどもこう家族を亡くした人の気持ちっていうものはどういうものなのっていうのはあのずっと気になっていたんですね。その気持ちをあの初めて話してもいいですよということを言ってくれたのがこのえりさんだったんです。うん、そしてえりさんがその話してもいいと言ってくれたのはそのお姉さんのミサさんのことをあの多くの人に伝えてほしい。 っっていう気持ちがあったからなんですねミサ、うん、さ,さんというのはアニマルクラブの中で犬とか猫の絵をずっとこう描いて何枚もいろんな動物たちの絵を描いた人なんですけどもそうした姉の姿を多くの人に知ってほしいっていう思いからあのインタビューに答えてくれて、うん、それはお父さんも同じ気持ちだということでした。うんうん すごーく優しい絵なんですよね。そうですね本当にその子一人一人の、まあ、一匹一匹の特徴がよく出てる性格がこううにじみ出てくるような絵でしたね,うんねなんか特にこう体の弱い子とか怪我とか病気とかしている子をよく描いてらっしゃってたっていうふうに映画の中では言ってましたね。えー 本当にミサさんがそういう子に一番最初に目が行く、うん、あの心の心優しい人なんだなっていうのは阿部智子さんそのアニマルクラブの代表者も、うん、生前の五ノ井さんを見てあのそういう感想をもともと持っていたみたいなので。うんえー お父様が仮設住宅の方に入られていてあのお嬢さんはこのね妹さんの方は東京の方でお仕事されてたんですねうでね。ええ、でもやっぱりお父さんのことが心配で東京から地元の方に戻ってこられたんですよねそうですね、うん、会社が理解があったということで、うん、東京の仕事をそのまま宮城でも続けていいよということを言ってくれたので、うんうん、宮城に移って仕事を続けられたと いうことですねやっぱりいろんな方のサポートっていうのは必要ですよね。本当にそう思います、うん、お父さんもでも嬉しかったと思いますよ。あの2人が一緒に暮らし始め、うん、あんまり、あ、同じ場所ではないんですけど、ええ、あの宮城にエリさんは仙台で暮らして、はい、お父さんは石巻の仮設住宅で暮らしてるんですけど 2>,、うん、2人がその仮設住宅の中で過ごしてる。 時あの雰囲気っていうのが18歳の時に石巻を出て行ったエリさんそして10年ぶり近くでこう宮城に帰ってきて5人家族が2人になってまたこう近く一緒になって暮らし始めるっていうその微妙な距離感っていうんですかねそれをこう取材しながら感じてあこれからは2人で生きていくんだなっていうのを すごく感じましたね,そうですね特にね年頃の娘と父親って微妙な距離感ありますからね。でもそんな中でも一緒にね力を合わせていこうというお二人のねなんか本当に見えない固い絆みたいなものも感じられましたね。うん、うんでは獅童さんまた来週も。 お話聞かせてください。はい、ありがとうございました。